テルジーの3時のおやつ。はい、今日の3時のおやつでございますが、まろやかで香ばしいほうじ茶ラテモナカ、ほうじ茶ラテモナカ、はい、今日はこれをいただいてみたいと思います。開けてみます。これアイスみたいですね。冷たいです。こういうの3つに分かれてるんかな。割れました。中はこういうやつね。いただきます。アイスでございます。今日は暑いのでいいでしょう。アイスでもね。ほうじ茶ラテモナカ、うまいな。なんかブリッジ出てきますね。もう溶けかかってますね。まあ香ばしいといえば香ばしい。うまいな。こういうのもあるんですね。このままいただきます。お腹がパリッとしてね、中がふんわり柔らかい、冷たくてほうじ茶の味がします。やっぱこういうのはこぼれないように食べ方にコツがありますね。今日は天気がいいんでね、温度も上がりましたのでちょうどいいんじゃないですか、アイスは。こぼれそうで怖いな。
べ方が難しい。こぼれそう。おいしいな。やめられない、止まらない。反対側からブリッと出てきた。うまっ。もうこのまま食べます。手がベタベタ。はい、そういうわけで今日はまろやかで香ばしいほうじ茶ラテモナカを3時のおやつにいただきました。ではまたお会いしましょう。バイエー。バイエー。